この2本のラケットを比べてみました。こちらはスティガの7枚合板です。打った時の感想は、木材の感覚が柔らかいという印象がありました。柔らかい木を使っているという印象で、回転がよくかかる7枚合板となっています。他のラケットに比べて、ブレードの板のソフトさが印象的でした。こちらのラケットは、ニッタクの7枚合板です。先ほどのラケットと比べてみると、ボールのスピードが速いという印象がありました。こちらの方は、板の硬さがスタンダードな、柔らかすぎず硬すぎず、ちょうどいいぐらいのミドルぐらい、若干ややハードかなというぐらいの印象で、柔らかすぎず硬すぎず使いやすい印象がありました。カウンタードライブがしやすかったです。弾み自体は、飛距離、ボールの飛距離自体は、そんなに2本とも大差がなく、よく弾むという7枚合板らしさがありました。どっちもよく弾んで、スティガーの方は回転を重視した性能で、ニッタクの方はスピードを重視した性能だなと感じました。今回、スティガの方は、重量が軽い個体なので、また重量が重い個体になってくると、また性能が違ってくると思います。どちらも、ボールを飛ばしやすいプラスチックボールを飛ばしやすいという印象でした。5枚合板を使っていて、ちょっとボールが弾まないなと、飛んでかないなと感じる方、相手にすぐ取られてしまうなと感じる方は、一度試してみると面白いと思います。かなりボールの質が違ってきます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。